決勝戦出場チームの入場です。ワンピー側関東エリアアミューズメントパークネバーランド2代表覇者、スーピー側関東エリアマグマックス代表見て、さあこれより決勝戦です。この2チームのどちらかが日本一になります。それでは決勝戦にかける思い両チームに聞いてみましょう。教えてください。まあ梅原さんユリアン使ってるみたいなんですけど、まあサードで培った本物のユリアン見せてありますよやべえという歓声が。そして教えてください。気持ちいい、ありがとうございます。拍手お願いします。そして今からの戦いにかける思い教えてください。見せます。そしてもう2日間で何度も何度も本当にインタビューしてる気がします。思いを教えてください。いや特にないですよね。だと思った。握手をしてください。そして最後の戦い、戦うこの2チームに拍手をお願いします。それではお席に。さあ大方の予想はこのチームとチキングルーブのプラスした3チームが決勝に上がってくるんじゃないかと言われて、カプジャムで本当にこの対戦が実現するというのはなかなか難しいことです。しかしこの2チームは本当に強かった。そして時戸と梅原はほとんど今まで対戦をしていないという背景があります。1回もないと。その初対決も非常に気になります。それでは行ってみましょう。闘技05カプコンファイティングジャム決勝戦レディーファイ。さあここさすが決勝では孫が出てきた。そして見てはいつものようにダンス&龍が現れる。さあここでカリン対龍にならない。アナカリスだ。さあ孫は時戸とチームを組んでからアナカリスの練習に取り掛かっていた。そのアナカリスなかなかの仕上がりという噂だが、龍を倒すだけの戦闘力はしっかり持っているようだ。さあここでどうダンソンの龍が対応するか。さあやり込みは裏切らない。それを証明してくれるのか。嘲笑うかのように孫が一本取っていった。やはりアナカリは人間ではきついのか。さあ2ラウンド目どこできっかけをつかんでアナカリスを捕まえるか。そこが焦点。1回捕まえれば勝機はある。さあ昇竜拳が絡む。孫盤石の勝利の体勢が死んでなかった。さあ調子に乗りながらも孫完璧な立ち回りを決勝で見せる。そしてこれはパーフェクトではない。さあしかし孫はいい勝ち方をしたように見える。見て大将梅原が先に剣山。
それと同時に覇者は2度目の覇者となることにリーチをかけた。さあどうなるか、梅原ゆりやんと孫狩り。さあ孫の狩りは唯一梅原にわずかに勝率を持つ狩り、カリンをきついと言わせたカリン、ここで測ったように使用してきた。さあ画面端での攻防が続く。さあ孫はうまく逃がさないが、ちょっとミスしたが体勢が入れ替わってしまった。これは上原チャンス。さあゲレンはしっかりガードして、ここで孫が攻防決めて、おっとミス、珍しい。これが攻撃か。さあしかし孫は落ち着いている。さあ体育グロ取って、打ってるまではいかない。さあそれがあだとなるか、折り込みヒット、補正を切って、おっしない、しかしないだ、ナイスフォローだ。さあ上原ゲージを温存したことがどう響くか。もう余裕はないぞ。ドキドキの決戦を前に散っていくのか。さあここで梅原の二冠がかかっているだけに、梅原もそれを意識しているのでしょうか。さあたまたま孫が最強の挑戦者として梅原の二冠を阻止しようとリーチをかけている状況。孫が逃がさない、踏み込んで投げる。ここでの一発一発のダメージの蓄積が後々効いてくる。さあ孫投げる、ここで折り込む、しかしうまく逃げた上原さん、ここはさすがか。さあ投げる、どうする、下段逃がすか、逃げれるか孫。やっとここで壁、壁だ、まだまだ上がらない。さあここは微妙だぞ。おお、タックル、タックル、怖いタイミング。さあ厳しい、投げ抜け、おお、さすが上原というべきか。バックジャンプ大キックが刺さって一命を取り留めた形。しかしゲージ状況を見るとユリアン有利。さあとにかくカリンはオリジナルコンボに、コンボが非常に強力。この状況で、おっとこれは危なかったぞ。さあ1回のミスが致命傷になる。さあ孫ひよらない、タックルの後全くひよらないでコンボ決めていく。危ない、おお、ミスだ上原、ユキテルミスだぞ。さあ孫はこのチャンスを逃さない、危ない。さあどうなる、壁ハンド、おお、見事優勝を決めた覇者に大きな拍手を。優勝チームにでは話し切りましょう。今の気持ち教えてください。やばい、うん、一番やばいと思う。そして今の気持ち教えてください。ちょっとユリアンを見せてやりたかったですけどね。まあ嬉しいです。だったとにかくおめでとうございます。大きな拍手を。